皆さんこんばんは、ホトラボことシローです。今回の動画は週刊カメラニュースとなります。今週も気になった新製品情報やトピックスについて好き勝手に喋っていきます。今週気になった新製品情報やトピックスはご覧の通りとなっています。それでは新製品情報から喋っていきましょう。新製品情報、まず最初はソニーです。ホトルモアーズにソニーの大口径標準ズーム FE2470mmF に GM のスペックに関する噂が掲載されています。こちらの方なんですけど、軽量素材を多用したコンパクトなデザイン、手ブレ補正機構は非搭載で、質量の方は 1145g、 四隅の周辺光量落ちと色収差の補正に優れ、画面中央の解像力は高いが球面収差の補正は不完全で、全体的にソフトでディテールに富んだ画像になるようです。こちらの方なんですけどね、価格の方は3000ドル以上になると言われています。まあ、このスペックを見る限りではですね、動画を意識したレンズではなくって、ポートレートをはじめとしたね、写真に特化したレンズになっていくみたいです。 FE2470mmF2GM の発表日なんですが、まだねちょっとわかんないんですが、2ヶ月から3ヶ月以内に発表されると言われています。この他にも4月の16か17日に新製品が発表されるのではないかと言われているんですが、こちらはね 1625F2.8G が発表されるのではないかと言われています。こちらの方はね、まだスペック的なねリーク情報というのはないんで、また出てくればそれを取り上げたいと思います。ソニーというとね、以前から ZV-E10II の発表がね3月にあるのではないかと言われていたのですが、ちょっとね伸びてるみたいですね。なのでね、4月あたりにもしかすると発表があるのかもしれません。新製品情報、次は富士フィルムです。富士ルモアーズに富士フィルム X32 の後継機 XT50 に関する噂が掲載されています。XT32 の後継機は XT40 ではなくて XT50 という名称になるそうです。これは第5世代の画像処理エンジンを搭載したカメラになるので T50 という名称になるということなんですが、 XH2 とか XS20 なんかもね、第5世代の画像処理エンジンを積んでいるにもかかわらず2というね数字を使っているんで、ちょっとどうなのかなという気がしますが、こちらの方はね第2世代という意味で2ってつけているんで、これのね名称の法則というのはちょっと違うかなっていう感じがしますね。そしてですね、キットレンズの方なんですけど、新開発の XF1650mmF2.8-4.8 になるのではないかと言われています。このレンズキットなんですが、もともとの、ね、レンズキットに比べると広角側は 18mm から 16mm と 2mm 広くなっているのでね、かなり使いやすくなるのではないかと思われます。その代わりですね、望遠端の方が F がね 4.8 とちょっと暗くなっているところが気になりますね。まあキットレンズなんでね、光学性能に優れたレンズではないと思うんですが、広角側がね18から 16mm になったんで、すごくね使いやすいレンズになると思います。富士フィルムの場合はね、供給不足の方どうにかしなきゃならないっていうところがあるんで、まあ話半分程度で思ってもらっていた方がいいと思います。続いての新製品情報はシグマです。シグマが2024年3月26日の21時より公式 YouTube チャンネルの方で新製品の発表を行うと発表がありました。この時にね、何が発表されるかというところなんですが、ソニーアルファルモアーズの方に 50mmF1.2DGDNR 等に関する噂が掲載されているので、こちらの方がね発表されるのではないかと言われています。 50mmF1.2DGDNR 等の仕様なんですが、ソニー FE50mmF1.2GM よりも 35g ほど軽量でコンパクトと言われています。絞りバネ枚数の方は13枚で、これはソニーの 50mmF1.2GM よりは11枚となっているので少し多めとなってますね。そしてフィルターサイズの方は 72mm と、サイズや筐体に関してはシグマの 50mmF1.4 とほぼ同じと言われています。マウントの方なんですけど、ソニー E マウントとライカ L マウントとなっています。価格の方なんですけど、ソニーの GM レンズよりは手頃な価格となるようです。発表時期の方なんですけど、先ほども言ったように東京時間で2024年3月の26日21時からとなってます。まあ、こちらの方なんですけどね、以前から噂にあった
かなり明るいレンズなんですが、やはりね 50mm で発表されるみたいですね。そして、ね、マウントの方なんですけど、いつものソニー E マウントとライカ L マウントとなるみたいです。あとシリーズに関してはもう描写力では定評があるので、このねレンズも大外しすることはないと思うんですが、ソニーの GM レンズよりは手頃な価格設定となるそうなんですが、どのぐらいのね価格になるかっていうのはちょっとねまだ分かんないですよね。まあそれでもね発表の方が4月の26日ということなので、もう近々発表なので、どんなレンズになるのか楽しみですよね。新製品情報、最後はロジクールです。ロジクールがストーミングカメラメボコアを正式発表しました。こちらの方なんですけど、仕様の方としてはイメージセンサーは830万画素のマイクロフォーサーズセンサーで、マウントの方もマイクロフォーサーズマウントとなっています。そして露出モードの方はオート、シャッター優先、マニュアルとなっています。そして録画形式の方は H264 HEVC で 4K30p と Full HD30p となっています。配信の方は Full HD30p 止まりとなっています。インターフェースの方は USB-C が2系統で、そのうち1系統は UVC に対応となっています。その他としては 3.5mm マイク端子とHDMI Type-A が付いています。メモリーカードスロットの方はマイクロ SD カード1スロットとなっています。マイクロフォーサーズセンサーを搭載した配信用カメラというと、ルミックスからも DC-DGH1 が発売されていますが、こちらの方はね完全な業務機ということで、非常にね高価なカメラとなっています。それに比べるとね、こちらの方は非常にお手軽となってますが、個人的にはねちょっと画素数が830万画素と少ないっていうのと、その結果ね配信の方でもフル HD 止まりってなってるところはちょっとどうかなと思いますね。あとはですね、4のの方からもマイクロフォーサーズセンサーを搭載したウェブカメラっていうのは正式発表されています。これからのねウェブカメラっていうと、このマイクロフォーサーズセンサーを搭載したウェブカメラっていうのが主流になっていくのかなと思います。そういう意味ではね、もうちょっとこの画素数を上げて、最低でもね 4K30p でね配信できるようなカメラが出てくればいいなと思ってます。今週気になった新製品情報については、今週気になったトピックスです。キャパカメラウェブの方にヨドバシカメラの2024年3月上期のデジタルカメラの売れ筋ベスト10が掲載されています。なんとですね、1位にはニコンの ZF40mmF2SE レンズキットがランキングトップに君臨し続けたソニー α7C2 ボディを抑えて1位となりました。もともとね人気のあるカメラだったんですが、供給不足がね続いていたんですが、ようやくね供給不足が解消されたということでランキング1位になりました。そして2位の方はですね α7C2ズームレンズキット、3位にソニーの α7C2 ボディが入ってきています。そして4位の方にもですね、ソニーの α7-4 ボディが入ってきていて、やはりヨドバシカメラはソニーが強いなという感じですね。そして5位の方にはニコンの Z8 ボディが入ってきていて、6位の方にはソニーの FX3 ボディ、これねもう動画ユーザーにとってはもう鉄板のカメラとなってますね。そして7位の方にもソニーの α7R5 ボディが来ています。そして8位の方にはキャノンの EOS R6 Mark II ボディが久々に入ってきています。そして9位の方にはニコンの ZFC の 1650VR SL レンズキットが入ってきています。ニコンに関してはね ZF と ZFC とクラシカルなデザインのカメラがベスト10に入ってきていて、売れ筋商品の Z8 もしっかりベスト10内に入ってきています。そして10位の方にはキャノンの EOS R50 ダブルズームキットが入ってきていて、久しぶりにキャノンのカメラが2台トップ10内に入ってきています。キャノンに関して言うと、キャッシュバックキャンペーンが始まったので売り上げに貢献してくると思います。もうちょっとねキャノンに関して言うと新製品の、ね、発表がずれ込んでるみたいなので、ちょっと今はねなかなか販売に関しては苦しい状況なのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。新製品の方は3月ではなく4月の方にね発表していくみたいですね。そんな中でもシグマは3月にね新製品をまた発表していくみたいです。そんな感じで言ってるんですが、4月になると、ね、多分キャノンなんかもね伸び伸びになってた EOS R1 とか R5 Mark II なんかの発表もあると思うんで、結構ね4月は慌ただしい感じになるんじゃないかなと思います。
というわけで、今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロでした。ごきげんよう。